水瀬いのり、大西沙織、ピックアップガールズミミ。この番組は断末メモリアフレーズの提供でお送りします。おいしい、おいしい。私これ甘いと思って食べたらめっちゃしょっぱいじゃん。嬉しい。私ひなられで食べるのすんごいぶりかもしれない。うわ、もうちゃんと食べたことないかも。今日さ、うん、知ってた？うん、見てください。うわ、3月3日です。明かりをつけましょうって、これつくのかな。ぼんぼり、いいよつけて。あ、ちょっともうでも立ち上がりないな。つかなそう。そう、今日着物だからね。うん、てか私の家こんな部屋あったの知ってた？いや、いつものさ、うん、いつものあの、あ、でもこれ電気線みたいなのあるからつくかもしれない。つく？ちょ、つけて、せっかくならついてた方がいいよ。ここの家は、あ、うん、中に電球入ってる。で、この家は一体 何部屋あるの？まだいろんな可能性が眠ってるの？え、全然あるよ。だって東京ドームぐらいの坪あるもん。バカ、平米数。嘘でしょ。私に何部屋かちょうだいよ。言っとくけど森もうちの敷地だからね。あ、そうなの。じゃあ勝手に遊んだら怒られるの？そうだよ。じゃあここに生えてる、あ、つかない。あれ、なんでだろう。あ、これかな。庭に生えてるタケノコとか勝手に取ったらダメだよ。入ってないべよ、ほら。入ってないべ。じゃあもういい、ほっとこ。失礼いたしました、騒がしくして。え、本当は何段なんだっけ、ひな人形って。え、すごい段差あるよね。ある。あれは位なの？多分なんとか観音みたいな。十二観音違うか、うん、なんだっけ、十二人。ん、それ着物のあれやな。うん、うん、そうか、ひな祭りなのか今。そう、ひな祭りは。だからひなあられがあるんだよ。おいしい、おせんべい。こんなにひなあられ食べたことないよ、私。ない。しかもチョコでコーティングしたせんべいなの？あ、そうだよ。え、なんだと思ったの？本当にチョコレートが入ってるのかと思った。No, no, no, no. あ、いや、4種類？なんかすごい現代のひなあられなんじゃないこれ。これ？うん。ほら、この4種類です。オペラ歌手？ごめん、ちょっとオペラが使っちゃった。急に今、教会見えたけど。教会見えた。ああだった。賛美歌。うん。でも今3月ってことは、うん、あ、でも私の出た断末のニコ生見てくれてたんでしょ？はい。でも全編じゃないよ。イベントして、うん、え、イベントしてニコ生、うん、だったでしょ、うん、で、松岡さんイベントしてイベントしてニコ生でしょ、うん、私はもう2人のそのスケジューリング把握した上で見てたから、うん、あ、2人とも死んでるってなった。顔がもう疲れてた、うん、でも頑張ってやってた。頑張って頑張ってる時の祈りだった、あれは。でしょ、うん、いや、もう頑張んなきゃと思って うん、でもね、なんだかんだ全然あっという間で、まあ、その日の、うん、昼間にやってたイベント幕張メッセでやってたやつで、あの田町の2期とあと劇場版、そうだよね、発表して、うん、で、そのほやほやのまんまニコ生をやるっていう夜だったんだけど、うんうんうん、で、その間にね、松岡さん別のイベントをやって、え、そのさ、発表劇場版やります、ダーン、テレビアニメ2期やります、ダーンってなってた時のお客さんはどんな感じだったの？うわ、すごかった、すごかった。あ、そう、うん、うん、すごかったよ。だから知ってた？何が？2期と劇場版のこと。うん、やっぱそうなんだ。私もそう。あ、でも私は2期の話も劇場版の話も実は聞いてたらしいんだけど、うんうんうん、2期はすっかりその劇場版っていう気持ちがでかすぎて、そう、2期がこうほうきでお掃除されちゃって、うんうんうん、劇場版ってだけ知ってるつもりでいてたから、うんうんうん、打ち合わせの時に私これ知ってますってなっちゃって、うん、で、松岡さんはその打ち合わせの段階でスタッフ用の台本を渡されて読んじゃって、はいはいはい、一人でびっくりして、一人で隠蔽みたいな。あ、俺見ちゃった、え、あってなったけど。ってこと。でも結果、うん、見ましたみたいになっちゃって、あ、もう白状したんだ、うん、松岡さん。え、違うね、あれは私たちは、多分他の人たちもみんな断末にかかってる人たちは劇場版やります、2期やります、うん、聞いてました、うん、で、だけど水瀬さんと松岡さんには内緒にしてほしいと言われておったんですよ。うんうん、私がっつり聞いたけどね、全然もう。そうで、それを私は内緒なんだってみたいな感じで
マネージャーに言ったの、うん、そしたら、うん、なんか水瀬さんはもう知っちゃってるらしいですけどねって言っててあーってなってそこも教えないでって言ってたのにそうそうそう知っちゃってんのってなるね、うん、でも松岡さん本当に知らなかったんだ松岡さんもで本当に知らなかったんだって話したの、うんうん、そしたら後日スタジオだった時に、うん、あれ僕実はですねみたいな聞いてたらしくてってガバガバやないかと思ってもう忙しかったのかなそうそうそう松岡さんもねもう秘密にするとは何だったんだって、まあ、みんな嬉しくてね、うんうんうん、もしかしたらこうやったって気持ちから、うん、案外いろんな人が知っていた知ってたってことはねまあでも視聴者の人はめでたいことだよねめでたいですよ応援してくださってるからだって劇と劇場同時発表ってすごくないえ、合図出るよねまさかと思うけどいや出るでしょえ、まさかだけど出るてかさ待って聞いてうんじゃあそのイベントで劇場版発表されたじゃん、うん、でその時にこの断末の音楽をやってくださってる、うん、稲井さんから LINE が来て、うん、やりましたねと、うんうん、でキービジュに、うん、アイズがいないですねって来て、うん、あちょっとキービジュ見てなかったのその時、うんうん、えと思ってすんごい可愛いよキービジュ 見に行ったよ、うん、すんごい可愛いベル君とすんごい可愛いヘスティアがなんか崖みたいな崖っていうかねなんか大地の上にいて、うん、どこをどう探しても、うん、アイズがいない欲張らんで欲張らんソードアトリアであんただってもうヒロインやったじゃんいやヒロインやったじゃん私でもほら本編で断末そう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 えそれはでも1-1じゃん今んとこうんだから1-1-1で帰ってきたんだよだテレビシリーズどうなるか分かんないいや違うだってテレビシリーズそっちのもんでしょそう1-1-1-1じゃんだそうなるよねだからやっぱりいや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 だってほらダンジョンに出会いを求められたのは私間違っているだろうか間違ってました間違ってません帰るべき場所はホームだからやっぱり違うだってもう言ってみればおかんみたいなもんなんだよちゃうちゃうちゃうおかんと嫁じゃん違うじゃん許さんよそんな一度たりとも開いたことちょっとでもアプリのシナリオでめっちゃ合図に心開きつつあるシナリオとか読んだけどはいはい、はい、まだ認めてないしバレン何がしだしいやあれ結構良かったと思うなそうそうあそういえばさこの番組は、はい断面もの提供でお送りしているわけですけどもはい皆さんの断面も遊んでくれてると思うんですけど私この間さ、うん、なんかバレンタインにチョコをあげたいキャラクター関係みたいなの見たの、うん、アプリ内でやったのかな、うん、1位だったよわし、うん、でもほらなんか送ってきたなんだっけ何合図がいないってえなんかねなんかの新カードのなんか発表してたの、うん、新カードのあれもでもバレンタインじゃなかったなんかチョコっぽくなかったバレンタインバレンタイン、ねあれ、アイズの新カードなくないってなって、うん、すぐ送ったよねすぐ来たアイズがいないんですけどこれだけ、まあ、あ、そこも来るんだっていう女の子キャラもいたじゃんそうあねリュウさんとかリュウさんとかもいたしあれ黒…黒シルとかもいたのかななんかわかんないけど、ね、猫耳もいたよあ、いた、いたいてで、まあもちろんね、ヘスティアもいて、うん、まあ真ん中にバーンといたわ、うん、で、あれアイズアイズどこ行ったって言って運営でアイズが嫌いな人がいるんじゃないかっていや私それちょっと思ってんだよね本当この中に敵がいるかもしれないようーんうちの中に家の中に敵が私2位だったんだよだってえあれも本当なのなんかでもみんなのユーザーの投票みたいな感じで書いてあったからあそうなんだだからもうそれこそバレンタインもしアイズがいなかったらその過激派がアイズを出せ出せっておいいカキンカキンカキンしていっぱいカキンしてほしいでも断面もの展開が続く限りこの番組はきっと大丈夫だといや今回とか特にちょっと私こんなことして大丈夫かなと思うもんこんなことしてって家だから私の家じゃんバカ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 開けて一緒にびっくりしたじゃんこのスタジオ入った時してないよえぇ、ー、って高いところで作業してる人いるえぇ、ー、ってなったじゃん、まあ、なったね、うん、いやこれ、うん、いやすごい嬉しいことだけど、ねまあ、家っていう設定を貫くには無理があるよね無理があるよ豪華さはね、うん、あそれこそ松岡さんにも言ったのうんあ、言ってたねこういうのやってるから、うん、来てほしいですって、うん、あーえーって言ってたから来るよ来るかな、うん、うちに遊びに来るってことうわ初めてのメンズになるんじゃないそしたら大丈夫おもてなしできるかなうーん松岡さん来たら何やる
あ、じゃあ私たちでもう一回なんか出す料理。あ、じゃがまるくんをコロッケをもう一回作って、うん、でもつこさんに食べてもらう。うん、それもいいと思う。まあまあまあ、おもてなしやっぱしたい。普段ねやっぱりいろいろ仕事で忙しかったりするから。ただ松岡さんは料理できちゃうから、できる人なんだって。そう、軽く上に行かれてしまいそう。多分食べて無理に美味しいっていうタイプ。美味しいよって。すごいなぁ、美味しい、ありがとうってなるやつかな、かな。どうしようね。断末、メモリアフレーゼ好評配信中。断末劇場版&テレビシリーズ2期発表記念。テレビシリーズ1期の後日談を描いたあの OVA が断メモについに登場。ミコトです。このイベントはもしや自分のために開催されるのですか。温泉といえば自分、自分といえば温泉、全ての道は温泉に続くと武三和様もおっしゃっていたような。あ、皆さんも温泉を存分に楽しまれているようですね。やや、モンスター、神聖な入浴を邪魔するなど許しません。えい、断末メモリアフレーゼ好評配信中です。いや、ここまでできたんだけど帯の巻き方がわからないの。このね、ちゃんと一回やってあげようか。じゃあ、じゃあこれで巻いてきますね。水瀬先生お願いします。あ、目持ってきた。これデベソ結び。